にちは。前回はなんとオーロラが飛べるようになるというね。すごい。さて次はというわけで、西へ目覚めた場所のさらに先、トゲの木が想像を待つという。さあ戻っていく感じですかね。空を飛ぶってこんな気持ちなのね。高く高く。さあ西へ。どこまででも行ける気がするわ。西の方に飛べばトゲの木が現れるはず。行きましょう。よし、マーシルディスの祭壇。あ、なんか向こうにいるけど、ちょっと待ってね。この上の方だったかな。あったあったあった。シュキー、こういう感じでなんかふわ、なんだろう、ペラペラって落ちてきたりするんですよ。これが全部で16個か。ちょっと集まったら読んでいきましょう。よし。ちょっと探索ですね。なんかあるぞ。あ、私もまた夢を追うべきかしら？なんか変な人いる。変な人ってあれかな。ここ入れる？あ、閉まってるか。だと思ったよ。じゃあこの人に話しかけてみましょう。すみません、小さな子、この近くでサーカスを見かけなかったかしら。芸をするユニコーンや。ないよそんなの。星高く登っていくのを見なかった？空高くの間違いじゃないの？ごめんなさい、見かけなかったわ。私はここに残され朽ちるばかりの愚か者。あなたは道化なの？この紙を見てちょうだい。手紙みたいね。オーロラもこれ見てびっくりしないんかって感じだけど肝据わってるよな。なんて書いてあるの？まあこれラテン語だわ。ヌベラ姉さんへ。夜が我々の土地に舞い降りた。この暗黒の時に我々は立ち向かわねばならない。雲の中に隠れ縮こまるのではなく、世界の重荷をその手で転がすのだ。死の淵で無様に転んでみせ、勝利のダンスを踊ってみせよう。笑うのか泣くのか、それが問題だ。しかしその答えは明らかだ。私は夢の啓示に従い、旅のサーカスと共に空に登ろう。姉さん、どうか心を強く持つのだ。トリスティスより。トリスティスは私たちを2つに分けたわ。そして私はレムリア最高のボーカリストでありながらここに取り残され苦しみを味わっているの。ボーカリストって歌手のこと？私たちは太陽と月を探しているの。だから行かなくちゃ。私も一緒に行っていいかしら。旅の準備はできているわ。弟を探し出してアベックを復活させたいの。それってペアのこと？旅路には危険が伴うわ。怪物だって待ち受けている。私はアクロバットの訓練を積んでいるのよ。大いに心配しないでいいわ。つまり大丈夫ってことだね。というわけでルベラが仲間に入りました。性別は女性ですね。で、弟にトリスティスっていうのがいるみたい。ルベラの苦しみ。これか。弟とはぐれたルベラを助け、彼女と共にサーカスを探しましょう。この苦しみっていうのが手に入るんですけど、まあ、ストーリー進めていけば、サーカス探し出せれば、この苦しみからルベラは解放されるっていう感じですね。まあ、クエストみたいな感じですかね、これは。あ、スキルがいっぱい。あ、そっか、ルベラか。どうしよう。これはアンコール。倒れた味方を復活させ、HP を 60% 回復させます。あ、そう、ルベラはどちらかというと回復系
ですかね。 30% 以下になった際に 30% の確率で HP が29回復します。自動発動、防御に、マンコール、何にしよう。これはストライクか。道化の壁、味方全員を4ターン内であらゆるステータス以上から保護します。使った記憶がない。道化のカーテン、味方一体を4ターンの間あらゆるステータス以上から保護します。あれ同じじゃない？味方全員、あー癒しの手、この辺回復か。何がいいかな。ラッキーストライク、切りつけにより攻撃力がでもあんまないんですよね。何でもいいな、ルベラは。自動発動とか、土側に進んでいきますか。復活も、あとアイテムもあるからね。こっち行きますか。何でもいいんだけど。進んでいきましょう。うん、よし、下になった。ちょっと周り見ながら進んでいこうかな。あ、そういや、これお菓子の箱だね。何かの目印かしら。でも後々多分関係してくるかなと思うので、敵がいる。しかパーティーに入れられない感じですね。これどうする？一番のし。仲間増えると心強いですね。ルベラなかなか早いんですけど、これはどうしよう。ちっちゃくなる。オータムチル。鳥さんちょっと強め？アストリーウェイド。足をこれ重ねると回復ができるとは言ったっけ。強いなぁ、なかなか。よいしょ。で、押さえといて。遊びましょう。なんて刺激的なんでしょう。もし私にサーカスにおける輝かしい未来がなかったら、この暴挙に付き合うのに。冒険の間違いじゃん。でも無理なの、全然話聞かないこの人。私には誘惑すべきファンが待ってる。魅了すべきの方が適切ね。ちょっと不思議な感じなんですけど、嬉しいですね。いるー。怖いわ。あ、こっちか。守りと魔力、よし。戦闘はちょっとガンガンカットしていこうかなと思ってます。で、ある程度戦わないとさすがにきついと思うので、戦ってはいきたいので、はいよ。あそこ取りたいんですよね。あ、これ取れた。取れるようになったんで、開けてもらってありがとう。サファイアの原石、あ、これまた開けてもらう。おお。よし、
と、あれも戦っておこうかな。あ、雲が出てきた。初めてじゃない？雲は。なに？雲。いや、こっちでいいか。一番星で幽霊を倒して。していくわ防御がレベルアップできる。受けるダメージを 60% 低下させ、次のターンにおけるタイムライン上の速度 70% 上昇させます。これはいいですね。レベラは早いから、なんか妨害するのにも役立ちそうですもんね。待ってな、これ下に、あそこの入ってみるか、部屋みたいな。お、いい音がするぞ。トゲトゲしてるな、この辺。上から行く？ちょっと何もない。下の。あったあったあった。なんだ？体力の星屑。基本的にこのステータスアップ系はオーロラに使っていこうかなと思ってます。誰でもいいんですけど、なんとなくですかね。たくさん仲間入るから強いキャラとかもいるんですけど、メナルド、撮ってるだけっぽいけど、わわわわ、あ、ぽいぽい、下に来た、あ、逃げてくるんだ。多分取れない宝箱とか、あ、ここは入れないねなんかあったもんね、何個かあったから、それを取っていけたらいいですね。またレベルアップしましたすごいよね魔法防御力5、よし。ぐる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 してるけど、あ、ここは初めてだ。またお部屋みたいのある。あ、入れる入れる。あ、宝だ。回復の薬、不思議なものがなんかぶら下がってたね。なんか閉まってるか、家なのかなこれ。こういう文化、この人は飛べるんだろうか、こんな高いところに。不思議不思議。あっ、復活の薬、あっ初めてかな。復活の薬、倒れた味方を復活させ HP を 80% 回復させます。アイテムの性能がめちゃめちゃいいですね。マーシールディスの祭壇、チュドイ、うん、あ、これも
回復の薬、ありがとうございます。自然の音がすごい。ここだから魔力の薬、もう入れない。このちっちゃいの入れるかな。あ、無理だよねめっちゃちっちゃいんだけど、あれ。おお、はい、ルメラがレベルアップ、すごい。生命の覚醒、おお、魔力の薬。大体宝箱はああいうアイテム系だと思うんですね。お、これもあった。クモがいるなー。なんかワンちゃん出てきたんだけど。意外とクモが早いんだよな。わわわ、ワンコ倒すか。ワンコじゃないや、クモを先倒して、よし、ラミングバイク。うわわわわ、嫌なことしてくる、嫌なことしてくる。そうしてるけど、いや、もう一回アルベラ、いい感じだよ。妨害、強い。ワンク、あー、ワンクダイン、あの光で回復できるのいいですよね。あ、そういうルベラになんかつけるか。オキュライ。ルベラに何か、あ、合成してもいいかも。何作ろうかね。これとさ、これで何できるの？シュトリン。かわいい名前が。あれ、シュトリンって結構いいやつじゃなかったっけ？間違えちゃったよー。近接攻撃に光属性ダメージを付与します。ほう。あ、つけちゃった。外す、これか。これは防御を行っている1ターンの間回避率を上昇させます。攻撃した敵をタイムライン上で交代させる確率を 5% 上昇させます。おー、合成、あと何、どういう感じの作れるんだろう。多分同じの3つだとサファイアの強いやつだよな。作ってみる。これと、これはトルマリン。作っちゃおう。何にしようかな。これは、あ、そう、属性つけるやつ。へぇ、めっちゃいいじゃん、これ。攻撃時に 5% の確率で敵を3秒間麻痺させます。これいいなぁ。他につけると魔法によるダメージを 5%。 あ、いい、トルマリンがめちゃめちゃいい気がする。いいね、作りたいね。麻痺つけて耐性、あー、土耐性がとりあえずいいかもしれない。あ、いい、開けとっか。攻撃回避率、 HPストリンに知る？知るって言っちゃった。あげよう。ルビー。原石も合成するならいっぱい必要なんだね。さすがすごい。あれ、ここって行った場所か。わあ、食べるからさ、もうさ、かわし放題よね。とかいろいろ見つつ、木の上か、開けた。待ってー、ティンティン、
びっくりした。びっくりした。サファイア。使おう。で、取った。空箱を大体、取っていきたいなと思ってるんですよね。あ、この辺もあれだ。なんか中に。音が聞こえる。ありがとう。なんだろう。力の星屑。よしよし。入り組んでる。これ多分トゲだと思うんだよね。当たるとダメージ当たもらっちゃう気がする。お、待ってる。追ってくる？ぐるぐるしてる気がしてはいますけど、あ、ここ新しいね。腹が復活の薬、あ、入れるぞ。ここにもあった。なんだ、何が干されてるんだろう。あれ、魚？味があるな、すごく。もう、ああいう家の中もめちゃめちゃ味がある。またレベルアップしたよ。魔力すぐあれだな、回れそう。いろいろ、お、やった。当たるね、エリクさん。言ったこと気にしてるの。葉っぱが枝のふりをする必要ないって言うでしょ。君と僕なら木にもなれる。どうかしら。はい、もうレベルが10になりました。すごい、本当にもうサクサク上がりますね。いい感じだよ。トゲトゲしてる。あ、ここ懐かしのホタルと出会ったとこだ。めっちゃ綺麗だね、これ。いるのと上には行けなそうなんだ。あったあった。あれ、あ、ルビーの原石。なんかいた？見えなかったよ。回復の薬。あ、もうだいぶあれだね、入り口。そうだ、目覚めたのはこの辺りね。この先に行けってレディーは言ってたね。なんかうろうろ敵がいっぱい増えてるわ。先に行こうだ。トゲの木、この奥ですかね。明日も行ける？いや、行けないか。あ、ここだここだ。懐かしの
たたた、びっくりした。敵もいたよ。えい。ルベラがレベルアップ。よしよし。回避。すごい早っ。こっちか。恐る恐る。あ、トゲの木？この辺？あ、なんかいる。あの巨人だよ。娘よ、ここは通さんぞ。前を食ってやる。私は食べ物じゃないの。そこをどいてちょうだい。もう怖っ。急にまさか。一番星使ってきますか。止め方そう。ナイス。ルベラあったとなんだっけ。あ、アンコール癒しの手ストライクか。あ、返した。ホタルの瞬間にブレイル。あ、強っ。待って。強いな。おい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 。早く手前倒して。スナンボスもいけるかな。上はでももう死にそうかな。HP が向上。そう、よし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 。星、あれ星くずいいよね。一条の光とこれか、アンコール。よし、あと周りちょっと見る。回復しよう。いやー、巨人怖かった。ボスがなんかなかなかに怖いのよ。おったったった、イエーイ。スキー5、あと14個か。結構あるな。
よし、じゃあ、キリがいいので、今日はここまでにしましょうか。次回、トゲの木の方に向かいます。はい、ご視聴ありがとうございました。